ミスティカルはアメリカ合衆国ニューオーリンズ出身のラッパー、ダミ声系として知られている。ライブでのミスティカル南部出身のラッパーとして絶大な人気を誇ったマスター・ピーのノー・リミットレーベルで活動後、メジャーレーベルのジャイブに移籍。ネプチューンズプロデュースのGhetto Fabulousに続いて2000年にリリースしたLet's Get ReadyからShake Ya Ass、さらにDangerが大ヒットし、グラミー賞へもノミネートされる。さらに続けてBouncing Backやリュダクリスとの共演曲Move Bitchがヒットを飛ばすが、当時のヘアスタイリストが$80,000相当のチェックを盗もうとしたために脅迫し、オーラルセックスを強要したため、レイプ容疑で告訴されて2004年から懲役6年、2006年には税金未納で1年が追加された。2007年1月26日脱税の刑期を終え、ルイジアナ連邦刑務所から出所。レイプ容疑の件により引き続き、ルイジアナ州立エレインハント刑務所で服役し、2010年1月14日に釈放された。スタジオアルバム、ありがとうございます。